福田、まだ持つ、エルボーからのジャンパーが決まります。これが福岡は最初の得点ということになりました。村上、エルボーからのジャンパー、柔らかいシュート決まりました。高さが出ていました。外に出した、村上からワシントンへ、ワシントン対アイバナカス、フェアも入っている。ワンハンドでバンクショット決めていきました。7対6リバウンド菅野翔太、今日は3のタッチに立っています。ただここはスティールになりました。ターンオーバー福島、ワシントン、ワンズパス、ここは重富です。重富からワシントン、村上俊斗、谷口切り込んでいってフックシュート、重富、アギラル、阿部がフリーだ。2本目どうでしょう。きたー、これが福岡今日1本目のスリーポイント。山内がつきます。谷口だ、自分でシュートまでいった、かわしてシュートいきました。谷口です。まずはこのダブルクラッチ、ここが通りました。阿部、カイロ・アギラールに渡った。そしてエンドワン、こちらもお返し、バスケットカウント。 M1 でもこの高さを生かした攻撃というのは多く見られましたが、今日はそこにスキップパス、阿部、児玉、これがどこからでも決められる福岡の強さ。パスを回していきます。中にワシントンが入ってきた。佐藤とのミスマッチついてきました。佐藤から相手に当ててボールを奪おうとしましたが、これは回収されます。村上が走っていました。イージーバスケット。聞くと、あ、この福島に来たなという実感が湧くと話をしていました。山形時代からこの福島と、これはどうだ、村上が拾って、ウェア対エチェニケです。ウェアのフックシュート、ここはエチェニケの上を越えて、さあギャビンウェアから加藤、食らいつきたい福岡です。加藤かわした、フローター、そしてエンドワン。ここはアイバナーカス、ブロックにしっかり入っていたように見えましたが、その上、中田からキックアウト、ボールがよく動く。谷口のスリー落ちます。ウェア、スリーカッター、サードチャンス決めました。ウェアが決めれば、エチェニケが決めます。アギラールどうでしょう、トップから2本目来ました。パブロ・アギラール、2本のスリーポイントを決めてきました。パブロ・アギラールです。2本とも同じようなところから美しい放物線を描いて、第3クォーター2本のスリーポイントを決めてきました。パブロ・アギラールです。2本とも同じようなところから美しい放物線を描いて、再開しています。中田のレイアップ、軽やかに決めていきました。中田、エンドラインドライブからウィングからのスリーが来ました。加藤俊和、昨日のゲーム2では6本のスリーポイントを成功させました。チームのために気持ちを高く戦える選手です。そしてこの効果を象徴するアシストの数、フルアップジャンパー落ちます。リバウンドは小川ワシントンです。リバウンドでも強さを持ってます。村上俊斗、さあ加藤2本目くるでしょうか。コーナースリー、中田対田田、中田また同じパスを出す。加藤に回して3本目どうでしょう、来ました。加藤俊和乗っています。ショートコーナーのジャンパー落ちる。リバウンドはここはアギラールだ。セカンドチャンス、残りはショットクロック8秒、谷口のシュート、これは決まった。大きなシュートが決まりました。ライジングゼファー福岡、福岡がゲームをひっくり返しました。これが西地区1位、首位の底力、